最初は緊張したけど、なんか喋り出したら緊張が解けた。楽しかった。どうして今回やってみようと思ったの？見てて楽しそうだったからやりたかった。先生の教えていただくその情熱に子どもたちもすごく一生懸命についていこうって思ってくれたみたいで、無事に終わりました。100点満点です。これは伝統芸能の授業ではあるんですけれども、あの言葉も形も何もかもわからないものをゼロから彼らがこう身に染み込ませていって今日を迎えることができたっていうその達成感は生涯大事にしてほしいなと思っています。